まずこれ2つやばい点がありまして1つはですね捜査上知り得た情報をえご両親にお話ししちゃっている可能性があるということねこれやっちゃだめなんですよ事件と事故かはっきりしてないそしてアメリカのケースでもそうですけど一番最初に疑われるのはご両親なわけだからご両親がえそういうねえギャのつく言葉あーもうこういうことがされてないかどうかというところがんそうこれから捜査入るわけね えまずは、両親のご両親のその証言を信じて、えー、捜索をする、ほとんどの人ね。だけど、警察はですね、と同時に誘拐とか連れ去りとか、もしくはご,ご両親の嘘ですとか、そういうことを、嘘ついてるって言ってるわけじゃないですからね、これ切り取る人がいるんで、もう一回ちゃんと詳しく言いますと、そういうのを疑って捜査するのが、えー、警察のお仕事なわけ、我々の税金をね。 使ってだから、警察犬の, <laughs> の情報ですね、そもそもが一番容疑とか,被疑,とか,がか,かえ被疑者になってしまうかもしれないご両親に話すってことはやっちゃいけないわけ。これ、小倉美咲さんの件で散々突っ込んできましたよね、動画ね。動画散々私、動画で突っ込んできましたけど、それを全く反省してないわけ。だから、小倉美咲さんの件で逆に言ったならば味を占めちゃったわけ。 TBS と、まあ、チューリップテレビはどうかわかかけど TBS とかは味しめたんじゃないの、えー、こういうことを匂わすと、えー、これも完全に事件ということを匂わしてあ事件じゃなくて事故ということを匂わしてるわけでしょでこれもしね出て、えー、見つからなかった場合ね見つからなかった場合あのーえー、事件に持ってきやすいんですよこの情報っていうのはねいやそこでさらわれたとか 事故でもしね、川とか海とかで見つかったならば、そこであの、うんと、落ちたんじゃないかっていう風な見方に利用されちゃうわけ。だけど、私はですねこの段階でこれを出すってこと自体がダメそれはね事件、事件かもしれないってこともあるんだけど、一番はですね、捜索範囲が限定されちゃうんですよ。これほどやっちゃったら、誰も山の中、調べないでしょ、今。 多分ね、10キロぐらい離れた山の中とか森の中調べないですよね。公園とかね、そういうところの森の中とかにポツンともしかするといるかもしれません。あの、どえー、2歳児が見つかった件ありますよね。スーパーボランティアの尾端さんが <laughs> 見つけた件。 えー、あの件は山の沢で、えー、座っていったっていうことでしょ体育座りみたいか置からないけど、まあ、座っていたことでしょ、えー、披露しちゃって、えー、だからそういうケースで見つかるケースがあるのにもかかわらずこの情報を出しちゃった瞬間に、えー、もしくは、えー、用水路の話とか出しちゃったり、えー、日にはそっちの捜索手薄になるでしょでこれ小倉美咲さんと全く一緒 全然反省してないんですよだから私はこれもう放送法違反だと思うんですけどねえー、だけどまあ取り締まるところがないんでだからそのままスルーされると思うんですけどもこれですよね、えー、一つ手がか,かりがあるようです、えー、あるようなんですレオンちゃんの父親の話によりますと警察犬による捜索で近くにある福田神社の横の公園まではレオンちゃんの匂いがあったということで この周辺を探しているそうなんですね。距離にすると約5 0 0メートル離れていて、大人が歩いてみると約5分ぐらい。えー、途中に田んぼや用水路もありますし、暗さを考えると、果たしてここまで一人で行けたかという、ていうまあ、こういうのがですね、TBS ニュースデジっていうやつの。 2022年8月22日月曜日の午後6時31分に公開されてます。いずれ削除されるかもしれませんが、一応このリンクをですね概要欄に貼っ付けておきますけども、これテレビでやったやつをウェブ化して焼き直したんじゃない、まあ、こういうやつって地上波で流れちゃってますよっていう証拠になっちゃうので、いずれは消されると思うんですけども、こういうこと言ったんでしょう、きっとね。 テレビの中でやっちゃいましたねって話ですよえなんで警察犬の情報を知ってるんですかっていうのがまず一つねもう一つはもし仮にですね警察犬の情報を、えー、ご両親に言ったという事実が、えー、確認取れたとしてね取れたとしてもそれを報道しちゃダメなんですよ今それを報道したならばその先入観をもってしてみんなやるよ これそういうい先入観を持ってしてし、えー、捜索するよだから誰も、えーあのー、昨日私が言った、ねあのー、19時間で1 2 8キロ歩いたケースね山の中を2歳児がそして生きて発見されたケース完全にあれっていうのは足跡の情報から、えー、足跡が見つからなかったら多分お亡くなりになってたと思うんだけど。 えー、足跡があったからあこれ歩いてるねっ,つって言ってるわけ警察犬じゃないわけあれね、えー、だからなぜ足跡とかそういう物理的なそういう物証ですね、えー、物証の証拠を取ろうとしないもしそれがあったのだったらそれはそれで捜査上の情報として、えー、秘密裏にね進めていく必要があると思うんだけど、えー、このの警察犬 話っていうのは物証がないのでそもそも匂いがあったとかってそ物証ないでしょ第三者が、えー、客観的にデータで示されるものじゃないからいかようにでも捉えることができるわけだから問題点2つあって1つはですねもし、えー、その父親が本当に警察系の情報を知ってたらそれどっから誰どこの誰が言ったんですかって話それ警察法違反とかに当たらないんですかいやもしかすると ご両親が嘘ついてる可能性だって0.01%くらいあるわけね。というか、私はないと、私は思ってるけど、ほぼ0%だと思ってるけど、だけど警察官は少なくともそんなこと言っちゃいけないよね。公務上知り得た情報を犯人かもしれない人に言っちゃ、言っちゃいけないよね、そもそもね。で、そして、じゃあこの話が全く嘘だとするんであれば、完全に TBS とかチューリップテレビの、その、 もし、ねえー、地上波に流したとするんであればそそれ、えー、この放送局の放送法違反でしょ、えー、よくも取材もあまりしないで、出の出所も確かめないで出しちゃうっていうケースね。でもしこれ真実だったとしても、真実だったとしても、これね、もし連れ去りとか誘拐だったら、あれですからね、あ閉め閉めと、閉め閉めすうこういうふうに思ってんのねっていうふうに犯人が。 こ,れこの情報からあの向こう側がどういう捜査情報を握ってるのかっていうのを分かっちゃうことになるからねだから犯人が捕まったとしてもその人を有罪にできなくさせてしまう情報かもしれないわけこれ小倉美咲さんの件でしきりにやられたわけねだから、えー、あれですよもし犯人が、えーえー、自首してきたとしても無罪になる可能性あります小倉美咲さんの件はね私はほぼ0%だと思いますけど もし受取してきたとしてもそれまでの捜査上の情報がわんさか出てるからだから有罪にできなくなる可能性があるわけだから何も知らなければえいいまあもうそれをおとり的に使ってるんだったらかなり悪質ですよそもそもこれもねこれを犯人を捕まえるために福田神社の横とかっていうふうにやってるけどえやってるんだっていうんだったらおとり的にねえ実は嘘の情報ですとかえそういうなのかもしれないけど <laughs> それをおとり的にもし出してるってなったらふざけんなですよねそもそもはねそんな放送局に対して総務省は免許を与えるのかって話ですよ警察法違反かもしくは放送法違反をしてるかもしれない放送局チューブリップテレビとか TBS に免許を与えるんですかってでそもそもねそういうことを言いたいわけじゃないですよ私はね一番言いたいのは見つからなくなる可能性を高めてきますよってこと 言っちゃだめなのよ。捜査の情報とか捜索の情報って変な先入感があるからね。だからそのニュースを見て勝手に例えば判断するんだったらいいんだけど、えー、その勝手に判断するときに、あえて勝手に判断しますよねっていう情報を出出すぎなんですよ。例えば大雨警報の話とかね。いる大雨警報の話とか、用水量増水の話とか。ね、いるそもそも。その情報いりますか ボランティアがいていなくなりましたっつって、えー、こ,うこういう男の子です、パジャマこういうのを着てます、裸足で出てったかもしれませんぐらいまでは、ね、そのね、容姿とか靴履いているとかっつったら、もう明らかになんで靴履いてんのってなるからね、そもそもがね。だからそういう 基本的な情報は必要かもしれない。だから行方不明で小倉美咲さんがの行方不明事件の時にビラ作ったでしょ。ご両親がビラを作ってると思うんだけど、そういうビラに乗っかっているその情報っていうのは警察と精査して作ってると思うんだけど、それ自体はいいわけ。じゃあ、それ自体を流すことはいいんだけど、もしくはまた見つかってませんとか、ね、いうのはいいんだけれども、その、 それ以外の、ただ大雨警報が出ていましたとか、用水量が増水してましたとか、近くには用水量がありますとか、いるそれ言ったらみんな用水量とか探すよ。そしてね、えーさ、探している、探そうとしている時に、消防団とか、えーね、水道局の人とかが専門的な器具を使ってそういうところを見てたら、捜索ボランティアとしては、ああ、じゃあそこは探さないのね、えー、探さないっていうことでしょそもそもがね。 だから捜索ボランティアとかそう,そういう人たちはその情報を聞いたら近くの、えーね、そういうところで行ってそういうふうに警察とかやってたらあともう捜索しない人だって出てくるわけや、そもそもがね。ねただ捜索情報が全くなければ捜索してますね、パフォーマンス捜索だと私は思いますけど一部ね、パフォーマンス捜索じゃない情報あ、パフォーマンス捜索の情報すら出てこなかったら 先入観を捨てて、いろんなところをみんな探すわけ。だから、小倉美咲さんの時、最初それでやってたわけよ。その後、編成を途切れちゃったの。どっかの段階で。それ、それは、私はメディアのせいだと思うのね。警察犬の情報とか、いろいろやり始めたんでしょもしくは、えー、間違って、小倉美咲さんの,そのメモですね。お母さん、お母様が書いたと思われるメモね。えー、の中に、警察犬の情報があったりするから、 だその先入観で、じゃあそこにはもういないっていう風に思った人いるわけね。反応なしとか。反応なしとかって言ってたわけでしょ。だからそれ、その情報が漏れたこと自体によって、反応ないんだったらそこにいないじゃんって思わないみんな。警察犬。だから警察犬、そしてね、これが、 その警察犬の情報が全く、えー、なんかこういかさまとか、えー、もしくは意味をなさない情報かなっていう物的証拠が見つかり始めると何を始めるかというと警察ががやたたら活躍したっていうニュースが出ままくります皆さん面白いように例えばねあのこ,の、まあ、この件で言ったらまだ見つかってないませんから言われないとして あの小倉美咲さんの件で言ったならば、小倉美咲さんが、えー、の、えー、遺留品とかが遺骨とかが見つかって DNA 検査場で、えー、小倉美咲さんのものだって断定されたあたりから、ものすごく警察犬のニュースがどん,どん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 出てきます。いろんなところで活躍してるのね。いいんですよ、活躍したのはそれね、我々の税金が使われてやって,、ま、やってるでしょうからね、えー。一部ね、一部我々の税金で、ね。 税金ででお支払いされてるでしょうからえそれはあのそういう成果が出たら言ってもいいんですけどじゃあ全体の失敗談失敗ね警察犬が失敗したやつの何どれぐらいが成功なんですかっていうのを一切出さないから数値的にということはどういうことかっていうと警察犬ってめっちゃ優秀でめっちゃいろんな成果を上げてるんですねだから警察犬の情報っていうのは嘘はないっていうふうに 思うようになっちゃう。これはもう完全に変更報道ですから、放送法の何かに引っかかりますよ。だもしね、えー、警察犬のその成果の、えー、なんとかくんにドッグフードを1年分が与えられましたとかでね、ご褒美として、ドッグフード1年分が与えられましたとかって、もしやるとしたならば、じゃあ、他のなんとかくん以外の、なんとか号か、なんとか号以外の警察犬には、 は1000、えー、回中0回,0回でしたから、えーね、ドッグフードもグレードが下がりましたとかというのを対立したものを意見を対立したものをちゃんと出してその数値的に科学的に統計学的に放送しないと勘違いするからみんな勘違いを誘って何,何が悪いことがあるかというと見つからないんですってわかりますか見つからないの 生きていたとしても見つからないし、お亡くなりになったとしても見つからないの。それ、いい加減に気づきましょうよ。小倉美咲さんの件で気づきましょう、皆さん。だから、警察系の情報を出しちゃだめなの。テレビは、メディアは。 もし出すとするんだったら我々にしっかりとした科学的統計学的な警察犬のデータをめっちゃんこ出して啓蒙活動をやってそれを義務教育の一部とかに取り組んだ上で警察権はこういうものですそういうものに対して我々は税金をこれだけ納めていますそしてその成果がこれくらいですねそこまで我々が議論できるような土台を築いてから出しましょうよって話なんですよこれ全然ねなんでお 親父さん知ってんのレオンちゃんの親父さんなんで知ってるんですか警察犬の情報福田神社の横でな匂いなくなったってなんで知ってるんですか警察犬がね「匂いここでありません」って言ったんですかってね流れ星銀じゃないんですよねまたぎの映画じゃあまたぎの漫画じゃないんです犬は話さないんですよ匂いがなくなったって誰が判断したんですかこれ もしかして、おやじさんは、このレオンちゃんのお父様は、えー、何警,警察犬の捜査員なの警察犬とペアで捜査員なのねえ、それを何、公務じゃなくて自分のあれでや,やったってことそれとも自分,自分で飼ってる犬かなんかで自分の息子を探させてやってんのそれがたまたま警察犬だったの変でしょ、このニュース、そもそも。なんで知ってるの情報を。 誰かが漏らしたとしか考えられないよねそしたらその人警察法違反でしょ警察の法律の違反でしょそもそもが分かりますか私はおぐあ小倉美咲さんじゃなくてあのこのレオンちゃんのお父様が犯人だとは思ってませんだけど警察は一応犯人かもしれないねということで、えー、捜査をする人もい,いないといけないわけ10人ぐらいの警察官がいたら1人ぐらいは必ずそういう見方で見ないといけないわけ だから警察犬とか捜査情報というのは、えーね、かなり限定した状態であた、えー、やることしかできないわけね。質問形式で、えー、やるとかね、いろいろやらないといけないわけ。それなんでこれ、そ,そもそもそれ,それがなんでメディアに出てくるんですかって。だからペラペラオがいるんでしょ、ペラオが。ペラミかもしれないけど、ペラミかもしれないですけどね。ペラ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 なんか言う人いるんでしょ、この警察犬の情報。小倉美咲さんの。 ケースだって相当早い段階ですよそ。その日かその次の日にお母様に言ってるんですよ。ペラ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 。わかりますか？いや警察犬やってますけど、これ捜査上でいろいろ情報掴んでますけど、えー、捜査上の、えー、その、えー、から、えー、言えませんよっつったら、そのご両親たち警察犬の情報を知るわけないじゃん。そもそもね。そしてそれをね知らないのに。 テレビ局が行って行っってた時警察犬の情報は警察から言っちゃだめですって言われてますでそして私たちにもあの言っちゃだめですっていうふうに警察官の人が言ってて私たちにも、えー、情報が、えー、もらってませんだけど横から見ていた感じからするとあの辺で止まってるように見えましたねぐらいだったら分かりますよ。 福田神社の横あたりでなんか警察犬がクン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 言って立ち止まってましたから、あそこで匂いを失ったんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。だったらわかるよ、まだ。小倉美咲さんの件もそうですし、このレオンちゃんの件も同じ。そういう情報が出てくるんだったらまだわかるけど、匂いがあったということでって何誰が言ってんのこれ。本当に犯罪クラスになるかもしれないよ、これ。まあ、いずれ消されるんでしょうけどね。 この今、リンクを貼っとくやつがいずれ消されるんだと思いますけど、えー、<laughs> ANN の,あの、ね、水平リーベイさんが撮ったと見られるその規制線の内側、まあ、規制線の内側でもないんだけど、私からしてみればね、えーまあ、規制線の内側と見られる、えー、映像が ANN が削除,した削除されたのは私の動画かどうかは分かんないけど、こういうこと言ってると、多分この TBS のこのニュースも、 えー、もしかすると1週間後ぐらいに削除され、そして警察庁長官なんかが、全力で捜査しますとか言い始めるかもしれないかね。えー、高島レオ,ンレオンちゃんの件、全力で、えー、捜査いたしますって言い始めるかもしれない。事件と事故両面で全力で捜査しいたしますって中村樹さんがですね、中村樹さんが言い始めるかもしれません。はい、以上です。